ハイパー何かなあ、白いスプラッシュか。はい、スプラッシュです。終わらせはしないです。待てよしな、なんなら上乗せ。おお、そしてさらに乗せ。まあ、程よい感じで続いております。あと箱使います。これはそのあでも入れれるか、頑張れば結構厳しい。よし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 、重っよいしょ。何なんですかねこれ、左手を鍛える日なのかな今日は。よし、さあギギギゲットギギッときてます。さあ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 、ハイパースプラッシュ、スプラッシュだ。24ゲーム継続させるのが結構難しいですけど、おーい上乗せもせず終わってった。お3連抽選してくれてる。4連いかないけど買います。お願いやります。おお入りましたね。ミッション伝説ミッションだっけですね。5ゲーム間公約を引き続ければ、上乗せです。あちょっと待って、いやもう最初からいやいや早い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 、1ゲーム目からシングル引いて、うわーもったいな。上乗せしないとゲーム数がちょいやばです。わー10ゲーム切った。おー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 、勝てないかなー。おファーツか、あるんじゃない。あやった、ギリギリ。おあしかも、揃いましたね。熱熱きてます。あええあそっかそうだ、強チャンス目になるのかなこれが。ピラミッド揃い、上乗せもあんのか。200も乗りました。ちょっとびっくり。200も乗ったっけ。でもそんな乗る、3桁も乗るのかなちょっと突然のことでびっくりして右手使いそうになりました。また危ねえよし、あでもこれでなんとか救われましたね。もう残り5ゲームとかだったんで危ない。で、ハイパーにも入るので、おお光るちゅうことはこれ多分ちょっといいやつに、あ待ってちょっと見覚えのある番長で見覚えのある弁当箱持ってますよ。これ多分いいやつに入りますよね。ピラミッドパワー的なオースってたあすごい、この演出は初めて見たかも。楽勝、プレミア系です。すごいち超レインボー。あ、ボーナスか。そういうことね。今日多分さっきの今日チャンス目、ピラミッド揃いからの、ボーナスでございます。ああ。よいしょ。さあボーナス、ビッグボーナスです。で、上乗せとかができたはず。お、いいですね。あ、今日カットイン、急にしょっぱながら今日カットインですよ。まあ揃うでしょう。で、ここに溜めてって最後にひねりますね。よかった、今日ひねれる、嬉しい。クレアさん、クレアさんこんなとこで出てくんだ。クレアは確定でしょ。ああ、さすがにね。お、なになに、あ、ものすごい数字入ってた。うわ、何ゲーム乗るか楽しみ。お、揃えました。赤。おーし、うまい。意外と青でも揃う、揃うな、めっちゃ揃う。あれ、これひねるんじゃないんだっけ。ひねるんだよね。はい、ではではピラミッドパワーを解放したいと思います。なんぼほどやりづらい左手。いくね、すごい。おおおおおお、いや、手の震えがすごい、このえ、すごくない、すごくない。おお、390ゲームやったー。で、200ゲームも乗ってるから590ゲームぐらいプラスされました。よかったー。まくれる、間違いなくまくれる。よし、お、いいよ。おーし、当たり、ハイパー。さあ、入ります。おー、ハイパーです。ある。うわあ、終わったー。30ゲーム。おお、狭いオーバー。そう、ハイパー入ってる間はね、めちゃめちゃ増えますからね。まあ、それだけでも乗せが少なくても全然 OK です。お、3連じゃないですか。お、4連ということは伝説ミッションいける。はい、これはさっきのリベンジです。よし、子役を引き続けます。いや、バカじゃないの、本当になんで速攻で、あ、セーフ。危ないよ、危ないって、ちょっと何、いやもうヒヤヒヤする。嘘でしょ、そんな出るっけ。あ、そういう脅かし。あと1回。いやー、ほんとやだ。あ、よかった。あー、リプレイを引き続けました。50ゲーム、これ結構でかいですよね。よし、これ両手使いますね、さすがに。いや、右手がいいな、やっぱでも普段みんなってどう打ってるんですかね。あんまり気にしてみたことないですけど、普通右利きの人は右しか使わないんですか？どうなんだろう、打ってる時って。なんかもともとなんか全部いろいろバラバラなんで、私学生の時のテストの時とかは書くのは右だけど消しゴムは左で全然消せるんで、両手で構えてやれたことはちょっと得だなと思ったぐらいで、結構みんな消しゴムはペンを置いて右で消すって言いますよね、右手の人は。まあでもそんぐらいですね。あとはなんかもう基本あれ、これどっちでやってたっけってなるんで、毎回毎回煩わしい。ただこの秘宝伝の伝説とかマジで押し順ミスが結構えぐいんですよ、ペナルティーが。ここでシングルでバー狙わないのもそうだし、あと本当に単純な押し順ミスも結構えぐいことになるんで、片手でちゃんとやってると、なかなかミスすることはそんなないんで、眠い時以外は。なんで、それは今日は左手のみの実践でちょうど良いです。いつもこう両手でこうやってやってるとちょいちょいやっちゃうんですよね。とりあえず2000枚出せればもう全然余裕のまくりなんで、でも残り580ゲームあってもう1000枚出てるんで、いくでしょう。2000枚はなんなら3000枚4000枚5000枚ぐらい可能性のある台ですよ。こうなったらね、やっぱ2400枚のリミットがなくて嬉しいなとはちょっと思う。またこれは入ってるね。わあ、またボーナスすごいびっくり。そっか、ここに止まることなんてないのか。2回目のボーナスいっちゃいました。すごいです。さて、はい、こんなにボーナスいくとなんか設定ちょっと怪しくなってきますね設定差あるんだよな、どうしよう。はい、また爆乗せ頑張ってします。おいしょよしよしよし。よし、揃う。熱いね。がっつり。めちゃめちゃ揃いますよ。いくかなー。300ぐらい？そんな飲んないかな。100はいく、100はいくね。100は超えた。200も超える。おお、手がブルブルしていない。おお、でも本当300ぐらいでしたね。290ゲーム。ごちそうさまです。すごいゲーム数になる。842ゲームある。やばい。過去に秘宝伝の伝説は何度も取りきれないで泣く泣く帰ったことがありますからね。なんだろう、入ってる。また揃った。揃ったよ。強チャンス、そんな引く？いやいやいや、またまた3桁乗せで、今回は、ハイパーに入るということですね。白かステージがね、いいとこじゃないんですよね、残念ながら。でもだいぶいい感じに続いてる気がするんですけど、まだかな。あと5ゲーム、やばい、終わらせたくない、お願い、終わんないで。よし、あと2ゲーム。やばい、変な汗かく、やばい。よし、嘘でしょ。あ、いない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 、よかったよかった。あれ、私、あ、使ってないよね、大丈夫。よしよしあ、しかもここで50ゲーム、ここで上乗せで伝説チャレンジいただきました。なんだ、フィラメントパワーやりましたね。いや、すごい。ぐいぐいひねらせていただきます。100、まだまだ。あ、嘘。嘘でしょ。50%だよね、多分。50% でしたよね、確かね。あ、100で終わり。まあ100乗ったからいいか。これがね、もうガンガンいけばね、ものすごいことになるんですけど、まあ伝説チャレンジに入れたことが大事。まあもう1000ゲームを超えてますよ、残りゲーム数。すごいな。箱には右手を使わせてもらいます。あ、ハイパーです。よしよし。終わるんかい。ははは。早い。おお、金です。これはありますね、ハイパーが。よし。スプラッシュばっかりだ。おお、50。でかい。よし。おお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 、100。すごい。150ヤード乗せ。まあ十分すぎる。いただきました。50ゲーム。今これ何の状態？何の状態？あれ？伝説ミッションってそんなクリアしたら何かあったっけ？あ、ハイパーってこと？ハイパーに当たったのか。そういうこと、そういうことですね。全長でした。落ちました。あれ、嘘でしょ。わお、入んなかった。久々のハイパーです。438ゲームもハマった。ラッシュです。嘘嘘あー、ほんと終わり。終わったわ。でかい、びっくりした。クレアチャレンジか来ました。頑張る。いいな、捨てたもん。見る見る、あれ骸骨。おお、チェリーね、絶対大丈夫。10ゲーム。よし。あ、次のやつ熱いな、でも。お、あー、どれだろう。あ、そっちか。まあ、おお、50。ありがとう。まだあります。いないいないいない。よし、あ、しかも2人来た。チェリーを引いてます。おお、待って、でかいのかもー。100すごいな、やっぱフレアチャレンジ。おっと、50、でかい。10、あー、なんでもないの。終了か。あー、でもでかい。250ゲームも載せている。すごい。もう終わんないです。はい、よし、ハイパー白フラッシュ。3000倍いきたい。あー、そんな終わった。揃っちゃう？揃わないけど。ハイパーです。スラッシュ。よし、少しでも上乗せを。スプラッシュ。あなんだもう4連。大丈夫ってことで、よし、さあクリアー。50ゲームです。マジで痛い。どうしよう、肩が。パー、よしなん、そんな引きますかね。1ゲーム目でだって7分の1とか8分の1ですよ。あ、10ゲームは継続させる。ちょっとすごくないですか。逆に1ゲーム目で引けるの、毎回。おお、光った、びっくり。あ、クリアだ。やったー。おお、クリアチャンスが2個も。いや、嘘、やだ。あー、終わる。もう最悪じゃん。52ゲーム、ありがたい。続いてくれる。あー、終わった。早い。3500枚超えましたね。とにかく枚数を、あー、おかクレア。ここでまさかのピラミッドパワー。本日初のピラミッドパワー、まあ一番いいやつですね、ハイパーの中の。また乗っちゃいますね。残り100台まで来たんですが、ついうっかり引いてしまいました。おお、103。まだまだ。よし。うわ、47。まあ。あ、終わったの。うわ、稲が出ない。嘘でしょ。バカイエー、ピラミッドパワーのくせに全然乗らなかった。あ、150ですね。あ、なるほどね。なんか良かったんだ。ここで当てたらピラミッドパワーですよね、おそらく。いやリベンジしたいなマジで。今のピラミッドバーお願い。おお、え、待って待って、何ん、そんな私あれそんなことした見たっけ。2連とか出ちゃうけど大丈夫。これというゲーム。あ、まだいるいる。あ、そうかそうか、輝きの回廊だったからだ。なるほど。そうか、2連とか回でも抽選してますもんね。そういうことです。ステージが良かったからです。よいしょ。お、え、緑あるかも。あ、なかった全然スプラッシュだったなんだ緑、紛らわしい。終わり。3ゲームだな本当の。でで、よし他。コインが増やせれば御の字です。終わった。おお、チャーリーさんってかっこいいですよね。はそれだったの。さあハイパーガンガン入っております。お、乗せる。でかい50。ラスト、ラストがまあ、いっか。さあ終了です。2358ゲームあった割にはちょっと少ないかもしれないんですが、4000枚見事超えました。まあ、全然もうちょっと伸ばせるそうなねゲーム数だったんですけど、まあ、もう肩がもう結構限界きてるんで左肩がまあちょうど良かったかなと思います。次の冒険に出発だ。はい、よっしゃね。はい、ということで、左手のみで、頑張って実践、してきたわけですけれども、ここで実践終了とさせていただきます。お疲れ様でした。生産しました。マジ肩痛い、マジ肩痛いっす。やばいっす。こんな痛いの。よいしょ。実践終了。お疲れ様でした。いやもう疲れた。左肩がもうすごいです。バキバキ。こんななるんですね。いや多分皆さん両手使ってるんですよね。まあ私も含め普段両手に分散してやるのがどれだけ大事なことかっていうのが今日よく分かりました。あんまり画面じゃ伝わらないかもしれないんですけど今日は、左だけで。左のみで、頑張ってレバーを叩き貸し出しボタンを押し、いろいろやりましたよ。で秘宝殿の、伝説への道、1日打ちまして、投資が、34,000円結構使いました、ですが回収がなんと4152枚なので、プラス2588枚です。やったー。なんかもう3万超えたあたりからいやちょっと今日マイナスだやばいって思ってたんですけど、プラスで終わることができてかなりほっとしております。ありがとうございます。ただね肩が痛いんですよすごくもうこれ本当にやんない方がいいですよ。やんないと思いますけど多分おすすめはしません本当に。ただもしかしたら、まあ、左利きなんでね、まあ、やっぱり左が私にはパワーがあるのかもしれない。で、まあ、本当にもうどうしようもない勝てない日が続いてもう何かにすがる思いでっていう時にもしかしたら、まあ、左手のみ実践は勝手にやってるかもしれないです。はい、見かけたらそっとしておいてください。はい、ということで、まあ、今回は見事大幅プラスとなりまして多分ファーストシーズンと一緒の感じで一応こう3枚はこう上乗せされていくわけですよね。で多分トータルでプラスにできるかどうかみたいなところもあると思うので、今日の勝ちはめちゃめちゃでかかったと思います。なんで、これを大切にね、前回は結構負けの回数も多かったんで、プラスの回数をどんどん増やしていけるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。で、無茶ぶり等々ですね、こんな無茶ぶりが見たいとかありましたら、ぜひ、コメント欄の方に書いてもらえると嬉しいです。本当に無茶な無茶ぶりはちょっとあれかもしれないですけど、はい。でも今日のは結構優しい方だったな、はい、もう少しハードなのもいけます、はい、ちょっとね勝ったから調子のいいこと言ってますけど、はい。キコナチャンネルの方の、チャンネル、登録の方もぜひぜひ、よろしくお願いしますということで、また次回以降もですね頑張っていきますので、また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。